1ラウンドで決める。ブンブン丸藤本裕介、鍛え上げられたその肉体は K-1 ジャパン一のパワーを誇る。絶え間なく相手を襲うブンブンパンチは敗れはしたものの、あのニコラス・ペタスからもダウンを奪ったほど。対するは必殺のブーメランフックを操る雷聖鳳の弟、ブーメランフックブラザーロニー聖鳳。その気迫あふれる戦いぶりはまさしく兄雷聖鳳を譲る。一瞬で相手を追い詰める左右のフックは切れ味抜群。1ラウンド決着を狙う。秒殺必至、ブンブン丸かブーメランフックか。偉大なる兄雷聖鳳譲りの格闘センス、そして兄も認めるバランス感覚、かつて K-1 でハントやベルナルドと激闘を繰り広げたロニー聖鳳、一撃のリングに出撃です。人は彼をブンブン丸と呼びました。藤本は言います。確かに昨日まではそうでした。私はパワーとバランスを兼ね備えました。今日ブンブン丸は卒業だ。藤本裕介、余裕がリングに進んでいます。こちらロニー聖鳳、セコンドには雷聖鳳の姿があります。一足先にロニー聖鳳がリングイン。そして赤コーナーリング下、生まれ変わった自分を見せることができるのか。藤本裕介、今ゆっくりとリングに立ちました。青コーナー184センチ、101キログラム、チーム TBC 所属、ロニー聖鳳。聖鳳一族の名にかけてロニー聖鳳。赤コーナー178センチ、104.2キログラム、モンスターファクトリー所属、藤本裕介。脱ブンブン丸宣言、藤本裕介。ジャッジ川本英二、野口大輔、友武隆夫、レフェリー島田裕二。3分3ラウンド3ノックダウンシステム、延長はありません。左ロニー聖鳳、セコンドにはあのレイス鳳がいます。そしてこちら藤本裕介、新たなる自分のファイトスタイルを見つけることができるのか。ロニー聖鳳対藤本裕介、まもなくゴングです。セコンドアウト、ジャッジ、ジャッジラウンド1ファイト。偉大なる兄の背中を追うロニー聖鳳、生まれ変わったファイトスタイルを見つけることができるのか藤本裕介。今ゴングが鳴らされました。まず右のローを放っていった赤のグローブ、こちら藤本裕介。そしてまずラッシュをかけた右、入っている。ロニー聖鳳膝を持っていった、リンチに逃れました。まずは相手の出方を伺い、そして一つ一つ技を出していきました。右のロー、右ストレート入っている、パンチが決まっているぞ。ブレイクします。まずは藤原さん、はい、藤本はですね、今までブンブン丸と呼ばれていたんですが、それにバランスを加わったところを見てほしい、そう語っていました。いいですね、確かにパンチそのものは大振りですけどね、何かプラスアルファというものをこの試合で見せたいと語っていました。あ、そうなんですか、はい。さあ序盤から激しい打撃戦となっております。狙っている藤本が狙っている、左、愛は何かガードしています。そして磯部さん、はい、ロニー聖鳳、聖鳳一族の名にかけてやっぱり意地がありますね。そりゃそうでしょうね、負けられないですよね。いや序盤から激しい当たりとなっています。こちら藤本裕介、確かに今まで自分はブンブン丸と言われていた、しかし今日はそれを卒業したいんだ、パンチ蹴りバランス全てにおいてブンブン丸を超えた上達したところを見せてほしい、見てほしい、そう語っていた藤本裕介です。クリンチになりましたコーナー。さあ一方のロニー聖鳳、言わずと知れたあのレイ聖鳳の弟であります。これはスリップ。このロニー聖鳳、祖父も父もボクサーという3代続く格闘一家。いいカウンターで入っている、狙っている、藤本が狙うか、聖鳳も貸していく。コーナーを背にしているロニー聖鳳、キックとパンチ、左のミドルが入っている、追い込んだ。
藤本がチャンスを迎えている、うん、しかしうなずきながら前進していくロニーセフォー。リングの中央には藤本、はい、ストレートですが、はい、詰め落ちました。次ストレート、まずダウンを奪ったのはロニーセフォー。立ち上がった藤本雄介、3分3ラウンド3ノックダウンシステム。まず最初ダウンを取りましたロニーセフォー。2分を経過したあたり、膝なんとかしのぎたいところであります。いやー一発決まりましたね今、決まりました。右のストレートですね。優位に立ったロニーセフォー。今入ってますよ。追い込んでいくぞ。第1ラウンド2度目のダウン、勝てるか勝てるか。立ち上がったが、このラウンドあと1回のラウンドで KO 負けになります藤本雄介。第1ラウンドこちらを迎えました。回し蹴りパンチを当たった。ドリーセフォー KO 勝ち。アニドリーセフォーに一歩近づきました。ドリーセフォー、ドリーセフォー鮮やかな KO 勝利。鮮やかでした。ロニーセフォーはね、やられていても ね全然慌てたところがないんですよ。はい、多分彼は勝てるという自信があったと思いますよ。藤原さん、はい、これでロニーセフォー一歩前進ですね。そうですね、あの荒っぽい攻撃をかいくぐりながらね、はい、冷静なこのチャンスを待ってたという感じしますね。はい、矢島さん、はい、むしろセコンドのね、あのレイセフォーの方が最初仕掛けられて慌ててましたね。あ、そうですか。弟の方が落ち着いてましたね。なるほど、はい、攻められても落ち着いて試合を継続していったロニーセフォー、見事な KO 勝利であります。